ら折れてなかったか。だいぶ近いぞ。話しかける気になったか。すぐ先に険しい岩壁がある。よく見れば手をかける場所があるはずだ。へえ、そうか。誰が作ったんだかな。そうか、返事するわけないな。秘密があった方が楽しめるってことか。エクリプスのフォーカスネットワークを破壊するか。簡単に言ってくれるな。ことは全部私がやる。だったよな。これがまだ残ってんだよな。4夜からモガチョウの皮一つで終了と思うんだけど、そうなったらもう動物関係全部売ってもええんだけどな。何しようと思ったんだっけ。全然顔は出さんのよな。物欲センサーなのか。絵を描ける場所、お前の言ってた通りだ。聞いているのか。本当無口なやつ。着いたぞ。それでそこで待つんだ。焚き火で休んでも構わん。日が暮れたら話そう。私の話し相手は焚き火ね。やっと相手する気になったのか。今夜の目的はフォーカスネットワークの破壊だ。ああ、それはとっくに知ってる。それでまずはエクリプスの基地に潜入してもらおうか。何？聞こえただろ。お前が今いる場所は基地の裏手にあたる。基地は割れ目の向こうだ。基地に着いたら標的が見えるだろう。奴らが改造したトールネックの残骸だ。トールネックを登れ。そのてっぺんにはモジュールのようなものが設置されている。それを破壊すればフォーカスネットワークは壊滅する。お前
はやエクリプスにいたのか。私はどこにも属さない。自分の意志で動く、常にな。だが以前一度彼らに力を貸した。お前にも責任があるんじゃないか。まさか脅威になるとはな。過ちだった。だから今正そうとしている。アロイを使ってな。力を貸したって何をしたんだ。割れ目を進むんだ、アロイ。今は質問よりやるべきことがあるだろう。向こうに何があるんだ。なんか引っかかってたけど。まだ月が巡回してるのか。あれは兵士だ。来たる戦に備えているんだろう。やり過ごしていけ。これが簡単だと。裏の手だ。簡単とは言ってない。ただし弱い長月ばっかりだな。バレたか。見えてるか。足だけなら下にあるみたいだが本体はないな。抜かったな。通信機を移動したか。左にある警告だ。そこに違いない。お前だろ。内部情報助かるね。爆発の方に行く。めや。アーロイ、チャンスは一度しかないんだぞ。余計なことは言わず集中しろ。うるせえなこいつ。警告を渡す橋が見えるか。ああ、場所を覚えておけ。横から降りられるはずだ。そこから脱出しろ。エクリプスの兵士は避けるも殺すもお前次第だ。爆音で気づかれないだろう。トールネックを見つけてモジュールを破壊しろ。それじゃ行くか。あれ、しまった。手を離すな。
振るんだ。死になさい。お前の山あったろ。滅びるのだ。作業だ。素早く行けば問題ない。なんだ、また秘密か。でもその前にネットワークを破壊しないとな。データポイントだ。めちゃめちゃあるぞ。後で使うかも。ここは何だ。気にするな。データポイントがいくつか。集中力はあるようだがな。ボールネック探しはどうなっている。生命を育み、コンドレイ命を奪い去って。どうして？ともかく見つけて登るんだ。モジュールを破壊してできるだけ早く脱出しろ。それこそが鳴りやまない。三王のあるべき姿であり。ならば気づかれることもないだろう。見えた。周りを何か囲んでるみたいに。見てないけど。登れ。なるべく早く終わらせる。その顔を胸に薄めてしまった。こんなの絶対に見ることもできる方が。すべてが過ちだ。さあ早くモジュールを破壊しろ。ん？登り方がわからねえよ。こっちか。何？信号？よし、さあ急げ。まさかこれがハデス。アーロイ、何をしている。鉄の悪魔なのか。モジュールを開けるんだ、早く。アーロイ、私の言った通りにするんだ。こいつうるせえな、本当に。間違いだ。あの者に
私は破壊できるはず。到底手を出せるはずがない。ついたれ。ああそうかもな。でもこれならどうだ。機械の方に行ったね。あの者を破壊しろ。苦戦はしたがよくやった。ハデスがいると知っていて私を送り込んだのか。アーロイ知らんかったんか。確かに危険にさらしたが、そうするしかなかった。こういう言い回しするよな。だがそのおかげで我々はゼロトーンの秘密を手にする鍵が得られただろう。もう二度とお前を信用しない。結構賢くなったということだ。信用は脆いもの。砂のように移ろい崩れ去る。その上に関係を築くのは愚かだ。だが自己利益ならば強固な基盤となり、そこに新たな知識体系を築くことができる。答えが欲しかったんだろう。あともう一息だ。お前のおかげでな。落葉の砦でまた話そう。あんたという人は、クソ。あ、スキルが3溜まった。
精神統一なぁ。してるんだろうか。あんまり。そういや、これも全然使ってないな。こんなにしとくか。フォーカスを捨てて縁を切れるならそうしたいとこだが。ついでにこの周辺を開拓しようかな。ただしこれ34いけるかね。これは上からいけるのか、こっから行った方がいいか。そしたら一回この周辺を開拓しよう。落葉の砦である。京王次男の離宮だった場所、禁じられた西部からの攻撃に防壁で備えている。なんだ、歴史の授業か。奴らはそこに何があるか分かっていない。そこで多くを学べるだろう。そうだといいけどな。流れ者が報酬を受け取って、戦闘があったりするわけじゃないか。その笛があるよ。顔が真っ青だ。病気なのか。ああ、持ちこたえてるが、でも熱の上がり方が尋常じゃない。どんどん熱くなってるんだ。この子の名はシアーナ。妹だ。落葉の砦で手を貸せる人は。俺たちは難民だ。期待はしていない。ここには医者が一人しかいないんだ。彼は気難しい。心に影があるんだよ。詩的な表現するな。心に影があるって。名前はガリーブ。頭はすごくいいけれど、人に対して無関心なんだ。きっと荒れ地に心を蝕まれたんだろう。ずっとああだったのかもな。どっちみち助けてはくれないよ。それはどうだろうな。そいつはどこに。聞いた話じゃ紋章の門で戦いがあったみたいで、手当てをしているらしい。落葉の砦に月夜眉にとどまりたまえ。どうなった。とにかくこれはただの町、ただのってことないけど町なんだな。砂漠へ、とりあえずメイン行こうか。品物見てけよ。別に新しいものはないか。あ、これは買えるな。この辺って揃えといて付け替えたりした方がいいんかね。とかな。こんなに助けを必要としているときに。抜いて。気に入る品ばかりだ。シャドウカージュが普通に暮らしてるんだよな。
太陽の広場、風の誇らしい伝統。私のフォーカスに入るな。そこでエクリプスに見つかれば、生きて帰るのは夢のまた夢となってしまうぞ。裏切り者。フォーカスネットワークへの攻撃に効果があったか確かめてみよう。今さら何を言う。ネットワークは破壊したんだろう。理論上成功だ。ここは奴らの本拠地だ。また後で連絡する。焚き火を発見。とりあえずは探索だ。ぼーっと突っ立ってたって金にはならんぞ。ローダスシャドウは平気で停戦しろ。バハマスの命令だって聞いてよ。シャドウカージャが同族を探しているらしい。金になりそうだ。ユーシットが自分の配給を集落の子供らに分けているところをよく見かけた。もうちょっと顔を隠した方がよくない？現世に現れし、太陽神がここに。控えおろう、天将イーターメン、唯一なる真の三王だ。影の光にして、そのご意志は光、その光は世界を滑るだろう。それ傭兵に言ってどうするんだろうな。大祭司バハバスに世の代弁を命ずる。天将イーターメン様のご意志に従い、ウーシッドという名の反逆者を太陽の光で燃え尽くさん。その首を持ち帰った者には金500シャードの報奨金を与えよう。王族というより捕虜って感じね。うん、素敵な髪ね。ちょっと私とお話ししない？集落にある緑のテントで待ってるわ。悪いけど。あなたは殺し屋じゃないでしょう。それにウーシッドは無実よ。来てくれるわね。手遅れになってしまう前に。いいか、入り口はお前の真後ろにあるぞ。冗談のつもり？いや、ハヤブサなら心配いらない。お前のことを構っている暇などないだろう。森の中は初めてだ。上から太陽の広場を見下ろせる。どんな人間なんだかね。高いとこはいいのか。なんだかちょっと話についていけになってる。ある日ちょっと咳をしてたら、次の日に死ぬなんて。俺の靴を直す男は。これはまずいだろ。落葉の砦から。その手すりだ。そこからならすぐだろう。何しに行こうとしてるんだろう、これ。あれれれれれ。うわぁ、戻りたいよ、上に。参ったね。あれ、塔の反対側だぞ。通気口を探せ。ん？調べる。ここは初めてじゃないのか。当然だろ。いいか、私が言うことをとくと心に留めておくんだ。入り口は教えた。だが、あの通気口に入れば後戻りできない。この深部へと下ろうとする前に、しっかり準備を整えて覚悟を決めておけ。集中するんだ。他に用があるというなら先に済ませておくといい。いや、先に言い訳は聞かないぞ。分かったな。砂漠へ二つしたいよ。口出しはしないでもらおうか。勝手についてきたくせに。中に入る前にそんなに言うなら別のことするけど。念押しも来たし、先に砂漠へするよ。さあ、砂漠へ二つ終わらしてきましたよと。ここか。ただ、サイドとサブだったっけな。
病気の妹見てほしいよっていうやつは一瞬で終わったんやけど、もうほんとサブ中のサブっていう感じだったんやけど、もう一個の方がちょっとメインでもええんちゃうっていうぐらいの、あの子供の王様をなんとか助けたいなっていうので、あの覆面風の女の人の話の通り言ったら、はめられた男を助けに行って、その場にあの操ってた司祭出てきて、司祭殺して王様逃がして、あの王様があの三王のまあ異母兄弟だろうけど弟で、まあ三王国まで逃がしましたよと。下に降りる。私は世界の秘密を暴くことに人生を注いできた。どこから機械が来たのか、古のものはここまでの文明を作り上げなぜ消滅したのか、失敗の連続だった。それが何年も何十年も続き、乗り越えられない壁に幾度となくぶつかってきた。だが野良族の狩人が来たとたんどうだ、ほらこの通り。お前にはどんな地球の秘密も明らかになっていく。私が開けられなかった扉もお前なら開けられるだろう。アロイはな、 ID をスキャンします。これがあるからな。遺伝子データ認証完了。通行を許可。動作不良動作不良動作不良。おい冗談だろ。全く笑えんな。黙れ。何か方法は。おいエリザベト・ソベックだ。アクセスさせろ。アクセス要求を確認。ルートコマンド機能利用可能。次に進みますか。進む。早く通せったら。分析中、機器の故障によりプライマリーアクセスが利用できません。現在緊急排出プロシージャーを利用することができます。次に進みますか。ああ緊急排出認証完了。マーク世界で共通させてほしいよな。なかなかやるな。だが本当なら、全て思い通りにはいかない。今のでバレただろう。じきに我々以外の者が来るはず。我々？ここには私しかいないはずだけどな。ああそうだ、気が済んだら進むんだな。学ぶことは多いが時間は少ない。こいつの教え方下手すぎだろ。プロジェクトゼロドーンへよう。ゼロドーン、ここで計画の見つけた。そんなに驚くことか。設備のチェックで複数のエラーを検出しました。ちょこちょここの妖芸に出てくる嫌口しか言えんやつ、どうなってんだろうな。入り口の広間だろ。調べてみろ。お金かな。追跡用に取っておこう。しばらくお待ちください。ドリンクと簡単な食事をご用意しております。小さい部屋。そのまま第一鑑賞室へと進み、説明映像をどうぞごゆっくりご覧ください。まあわざわざ見たりせんけど、データポイントは一応集めたいんだよな。昔やった時に一通りは読んでるはず。全然覚えてないけど。ここ一体何なんだ。ホログラフィックシアター。 ZD-01 データを再生を開始します。プロジェクトゼロドーンへようこそ。私はヘレス将、アメリカ合衆国統合参謀本部の議長です。噂は耳にしたでしょう。ゼロドーンは極秘の超強力兵器計画だと。
不屈の勝利作戦でロボットの侵略を抑えることができれば、我々は科学の奇跡でファルの災禍から救われる。あなたが噂を耳にしたのも当然、私が広めたから全てデタラメです。ゼロドーンは小兵器計画などではない。我々は助からない。もう手はないのです。嘘じゃない。誤作動が発覚した時すでに手遅れでした。ファロの災禍を止める術は何もない。ロボットは複製し続ける。生物圏は破壊されていくでしょう。地球の生命はいずれ滅びてしまう。地球の大地は不毛の地となり、世界規模の絶滅はもはや避けられません。我々がいくら破壊してもロボットの増殖スピードがそれをはるかに上回っている。怖い話だな。自動工場機能停止コードさえあればシャットダウンできます。全機能です。しかし暗号プロトコルには多層性の波形が使用されているため、暗号の解読には半世紀を要します。我々に残されている時間は長くても16ヶ月しかない。かしなった時生物圏の破滅はシェルターや宇宙ステーションに逃げて待てばいいようなものではありません。地球は変わり果てた姿となる。命はなくなり、有害な岩と冬眠し餌を探し続ける無数のロボットだけになる。これが不屈の勝利作戦に隠されたおぞましい真実。私の嘘、何百万もの無実の人々に戦いで犠牲を強いるためについた嘘です。なぜかその理由はあなたがここで行うであろう作業のために時間を稼ぐため。ゼロデイ、地球の生命が消滅する日は間近に迫っている。止めることもできない。ゼロドーンの希望は未来に続く可能性を紡ぐこと。暗闇に差すその一筋の光はエリザベト・ソベックに委ねる。私からは以上だ。時間稼ぎしてこの人が何をするかだよな。どうなっているんだ。地球の生命は消滅してない。だが止められないと言っていた。でもできた。どうにかしてエリザベトが救ったんだ。しかも人間以外攻撃してないよな。確かめないと。動物とは仲良くやってる。データポイントめちゃめちゃある。通気口から入ってきた。真実を知るために生き延びるんだ。広がれ。動く者は殺せ。ここはなんだ、墓か。そんな入るとこあったんかい。たった3人か。そのあの王様助けに行った時なんか一撃で殺されたんだよな一回。あれ、ここは俺たちの世界じゃないが、あの女のものでもない。余裕で外した。このどうやって3本、あ、この時点でやるんか。構えてから毎回やってできんなって言ってたんだな。はい、データは正しい。この巨大な機械の怪物たちは殺すだけじゃなくて餌にしろ。人間だけではなく有機物すべてを、生き物すべてが栄養分になるっていうことか。強いやつだぞ。相談は？おふくろは正しかったんだ。失礼。俺のおふくろは経験な。あなたはファルオートソリューションに勤務されていたんですよね。チャリオットラインの自己複製部門です。移送されるものと思って来たんだ。連れてこられる時に視界が通らなかった。僕は罪を受け入れようと、あれから毎日毎日。お時間が必要ですか。大丈夫だ。ただたまるか。ゼロドンが罪を奴らに邪魔されるわけにはいかない。データポイントには何がある。やったことは後悔してるよ。
スーザン・アルパートさん、環境学者です。博士、ごめんなさい、私ったら。呼んだだけです。何を考えてらっしゃったんです？将軍の言っていたことではありません。2051年に錯誤東対策チームにいました。地震で未曾有の危機に直面した時です。こんなに経った今でも夢に見るんです。危険区域が手の指をゆっくりと一本ずつ開くようにスクリーンに広がっていった光景を。事故対策に関わっていたためにあなたが指名されたんです。本当？おかしな話。年前はどこ知らんけど、何にもできなかったのに。ほぼないとかいうのはあそこは生命が育たないほど壊滅的だった。日本に住んでたらなんか地球規模で生物資源が減少するのに比べれば可愛いものね。生物圏と水源が壊滅してしまう。ロボットが私たちを葬る前に暮らすことができなくなるわ。復讐の勝利作戦では時間を稼げない。だからゼロドンが何なのかを早く教えてちょうだい。あのデータポイントどこだ？この奥なのか。ZDO2 データを再生を開始します。再生してくれ。エリザベト・ソベック、悪い知らせは、聞いた通り、ファロの災禍が生物圏を滅ぼしている。生命そのものが消滅する。動物たちもやられてるんか。でもそれで終わりでしょうか？もし未来に命を紡げたら、もし種子のようなものを残して枯れた地球に新たな命を芽吹かせることができたら、これは目標、希望です。プロジェクトゼロドーン、それは超高性能の完全自動テラフォーミングシステム。それで生命を復活させるのです。それに不可欠なもの、コアには真の AI が必要。この世界の生物圏を再構成するために何兆もの決断を下すことが可能な、それは地球上の生命を再び繁栄させる不滅の守護者。その名はガイア、母なる自然の AI。しかしガイアはコアに過ぎません。副次的な機能が不可欠になります。広範囲に及ぶ分野をそれで支えるのです。ガイアの思考の延長にあるようなもので、それぞれの目的のために機能する。そしてこれらは AI ではありません。これらの開発には非常な困難を伴うため、未だ人類が挑んだことのない挑戦となります。これ悪い。ハードウェアは未来の地球に命をしっかりと芽吹かせる数十億もの種子を守ります。全ては地下施設に収められることになりますが、それはただの始まり。全システムを作らなくてもいいのです。完全自動テラフォーミングシステムの素晴らしいところは自らで作り出せることです。これからの数日間、皆さんがこれから作り上げるあらゆる機能が組み合わさっていくでしょう。どのようにソフトウェアを作って技術と設備を準備するかは時間との戦いになります。そして手遅れになる前に全てを完全に封印する。ただし重要なのはこれで終わらないということ。ヘレス将軍が話していた機能停止コードをガイアが生成し、その送信アレイ群を建設し、ファロロボットを永遠に停止させる。なるほど。ガイアは作るだけではありません、まあ、生命復活に必要となるロボットを何世紀にもわたって試行できる。今言ってる人はしゃあないんだよな。破壊された地球の大気や汚染された海を浄化し、冷凍保存した種子で地球を再び緑化し、生態系を再構築するのです。そして全て完了した時、世界中に散らばるゆりかご施設から新世代の人類が誕生をし、アポロを分かち合うのです。我々が残す人類の知識や文化の功績をまとめたアーカイブです。この時代の人は全員死んでる。そして何よりっていう話、過ちを繰り返さぬため、決して不可能な夢ではない。私たちが休まず力を尽くせば、きっと達成することができます。避難絶滅は避けられません。種子が後々ってことだな。でももし皆さんが私とガイアに協力してくれたら、共に未来を現実のものとしましょう。現在は諦めて未来に託そうっていう話だな。それじゃあ
諦めてというか、地球全体が破壊された。その当時の人が助かる道はもうなかった。そうだ、機械によってな。サイレンスを使わせてるんか。エリザベトがやったのか、未来のために。から今おる、でもハデスは何なんだ。ロボットもガイアの一部だというなら、なぜ機械の残骸に紛れていたんだ。それにどうして私を狙う。あのアポロは、保存された知識はどうなったんだ。私も困惑している。答えはこの先かもな。まだ気分が悪いなら、いいえ、薬が効いてきたみたい。舌の裏の感覚がない。できれば私も一緒に信じてみたい。でも被害が。今度はおとなしくしてろって。セキュリティ、安全のためです。今どんなご気分ですか。ああ、話してやる。驚いた。いや、呆れ果てた。親父でも言うだろうな、呆れたってさ。額に血管を浮き立たせてね。俺はずっと宇宙への脱出計画が絶対に準備不足だと思ってきたんだよ。何にしてもあの女が。ソベックは叶いもしない夢を見てる。あいつ相当に言うぞ。敵もしないことを全く。彼らと話してきた。アルテミスの目的なんかもな。動物園作りに興味はないと伝えといた。この数千年間で人類が素晴らしい管理者ではないと証明してきた。だから、そうだ、最近辛いな。だが手段は何もない。電源が。他のルートは空が暗くなるままに。あんまりなんだよな。こいつらどっから入ってきてんの。回復の草が生えてるな。ああ、モッキングバードのつまらない FBI に教えてたことがあったけど、あらば楽しかったぜ。でもカウンセラーには辛く当たりすぎたかもな。可愛かったし、マニュアル通りにやってただけだった。ゼロドーンがいかに滑稽かは彼女じゃわ。ゼロドーンとは、壮大なスケールで表現する一種の芸術のようなもので、でもとても不公平じゃない。壮大やし、なぜ私が選ばれたの。委員会が決めたこと、アルゴリズム。私が美術史を専門としてたから家族が救われたわけ。それでいいの。箱舟に乗せる人を選びかな。クリスティーナ、スーベイ。今の人が助からんっていうのを受け入れれん人もおるだろうな。歴史学者の男性と会った。彼の専門は後で使うかも。あ、切っちまった。採取するために三角連打したら、道分からんよ。これか。それじゃあ。これか。また正しい組み合わせを見つけなきゃ。部品が欠けてる。近くに保管庫があるかもしれない、ね、ブレッドの無能さにはもううんざあれ。ねえ、ブレッドの無能さにはもううんざりよ。 あの人 H エミッターノードを逆に取り付けたのよ。全部逆なんだから。
私は尻拭いはしないわ。直したければ彼に新しいエミッターを用意させてよね。それじゃ、まあこれを拾いに行かなあかんねんな。邪魔だな。すげえここにあるよっていう主張がすげえから思わず行っちまう。上にロープがある。どっかから上がれるんか。これそうなんか、ちゃうかった。分かりづらい時あるよな、道が。この黄色はファイヤーストライカーもええのよ。すげえ主張が激しいよな、あのでかい武器。これを見つけろって言うんだと思うけど、道がわからない。これ降りてきたとこ、これを多分開ける。開けて通りたい扉、一応見とく、あ、これをまずやれかな。これをすでに逆にやってるっていう話。左、下、右、よし、近くの扉を調べよう。見つけた。使えそうだ。これが上に見えてたロープだな。うまくいきそうだ。全部逆の逆とはどういう意味で逆なんだ。これ上は下でえんか。掲示板が逆になってるってことだな。だから下、左、で、上、右、下。これでよし。電気が通ったはず。奥に何があるか見てみるぞ。こいつらはエクリプス来たか。接触は避けろ。問題なさそうだ。ガイア、あそこだな。2階だ。行けるか。やるしかなさそうだな。接触は避けろってどうするんよ。やる気だよな。
ぱ万能草じゃないとダメか。すぐに終わらせていくよ。ワイヤーがない。